つきちこんばんは1研究生の加藤さつきですこんばんはやっほーん <laughs> よしこ,こっちにしようかこんばんはこんばんはつきちおつきちおつきちこんばんはこんばんはつきち元気だよねえ寒いよねそう。 見事に風邪をひきました <laughs> で回復です今おつきちおつきちーおつきちヤッホーパイヤパイヤしたおつきちさつきちださつきだよこんばんはこんばんはおつきちおつきちあっくまちゃんありがとうおつきちおつきち元気だよ <laughs> 元気です <laughs> ちょっとね みな犬ちゃん、大人っぽくなったな、な大人っぽくなったかな、冬になったから、かも。そう、でも、なんか今日、すすき、いつもと顔違う。気がする、勝手に。あつきちー。あつきちーでーす。そうだよ、急に寒くなった。あつきちー。ええー、そう、昨日の公演。今ね、今ね、そう、みんな風邪ひいてるよね。あつきも風邪ひき。よいしょ。 ちちバブルで声がおかしかったから心配してたそう回復しました大丈夫まだちょっとおかしいけどこんばんはこんばんはつちおつきちおちですこんばんはさちち配信てった人で帰ってきてあり,たありがとうおつきちおつきちーありがとうクちゃんありがとうちちローズだよやっほ。 こんばんは、みんな。元気でしょうかさつきは元気です。名古屋も寒い。名古屋も寒いよね、みんな。みんな寒いよね。本当に寒くてびっくりしちゃう。急にだよね。急にね。そう、こっちも寒くなりまして。びっくりして。そう。今日もでりさつきのこと考えて泣いてた <laughs>。うん、泣かないで。うちじゃ一日ち。 名古屋めっちゃ寒いね千葉も寒いでもどこも寒いよねびっくりしたもん急に寒すぎてさずっとそうあれだと朝朝通学の時が特に寒い帰ればさ3時ぐらいだからあれだけど本当に寒いのびっくりだびっくりした僕も軽く稼ぎなきゃミスル食べたなあったさつきミスル食べようかな 次のどれちゃあいに行くねお待ってます東北地方,地方は寒いですりゃそ,そうだよね寒い寒いよね昨日の制服の目さつきちいなくてつなくなっちゃったよねえでもみゆちゃんだったでしょさつきのポジションそう寒いって寒いでそう寒いよ本当にもう通学寒すぎてたもうすぐさつきはマフラー導入って感じさむきちそうさむきちさつきち一緒がめ食べたい食べよう ね、風邪ひくよねみんなさすがも喉やったもうちょっと前までの本当にもういろいろ大変なことなっててね、うん、本当に寒いの今今ミストで今ポケモンとコラボしてるけどええー、今ポケモンとコラボしてんの全然知らなかったテストだったからマジ家家と学校の家と学校の往復すぎて <laughs> そうそうロングブーツ履く もうロングブーツ履いた2回ぐらいもうロングブーツだよロングブーツはきますそう来週土曜日ですねラストこんばんはできるだけあれはみーちゃんがオカミさんそうだよねみーちゃんがオカミさん引き継ぎでしたねそうみつきちゃち,いちありがとうみーちゃんみーちゃんさっきしゃさゃ、ね、ありがとう <laughs> マフラーお早めにねマフラー女子かわいいありがとう マフラー買いました皐月 <laughs> とメイクが同級生ということ今更さら把握してメイク実質キチ <laughs> そうだ実質実質皐月だねテストはいやでもめっちゃ学校行けてなかったからちょっとね自分でやんないといけないところもあってねそれがあれ大変だったけどでも全部平均以上は取れたのでこれからかなと思いますで先生に褒められた 全然学校来てなかったのに平均以上取れんはすごいよっつってだから頑張りますプレゼント送ったけど届いた多分届いたと思いますそうでまだ受け取れてないやつもあるかもしれないそうプレゼントはそうなんか年末だっけとかだったよねそう待ってますカイロはお使いですかまだカイロ使ってないあカイロ使ってないですサっチイチのオカミが見れないのが残念 オオカミそうまだねみーちゃんとココミのオオカミもかったねかわいい同級生 <laughs> 個人的なさつきしの思いを一番分かってると思うからねそうみーちゃんでよかったなと思いますさじにちぽぼとメッセ名古屋三泊四日行くのお待ちしておりますそうありがとうあとありがとう お疲れ様お疲れ様さつきちゃんのダートダって寂しいっすさつきはあそこめっちゃ好きだったでもほんとねラスト公演がねさつき今までの公演で一番上手にできたと思ってる勝手にめっちゃ楽しかった <laughs> みっくんも,もう受験生だからっが合入ってたよそういう時期なんだねそうなんですよもうねこれで期末が終わったので次がねもう3学期の 三学,期の学年末その学年末から結構やばいから頑張んないといけないご椅子イエーイやるまでひる子近所にいたちがうんだけどさつきちにいて可愛かったので実質さつきちよかったじゃん皆さんの身近なところにさつきちゃんいるかもですね今夜は着る毛布も出しましたねっさつきも着る毛布出そうかな寒いよね も,うも今モコモコのパジャマにモコモコの靴下はいてるもんね勉強頑張っててえらいすごい頑張った頑張れましたねそうお月ちお月ち2月9日ラストさすきにだけに、ね、兄貴におありがとうぜひ待ってます福祉会ありがとう学業が落ち着いたらまた劇場に遊びに 全然,いく全然いるよ多分 <laughs> みんなのね生誕とか行きたいしね同期の行きたいですね今晩2月の特会初めて撮りましたありがとうございます待ってます最初公演行ってて本当に良かったけど寂しかったよーうーん私もねめっちゃ我慢した <laughs> や,やっぱちょっと泣くのはねちょっとねあれなのでね

夢の国行きたたいいなっててう話をしてたあ,ありがとう学校行ってなくていいってのならやはりさつきちゃん賢いんだよな賢いかな <laughs> でも分かんない全然さつきよりも賢い子もいるしあれだしねでもそんなそんなすんごい点数は取ってない乙め <laughs> 土日とも行くよお待ってますありがとうありがとう 10日か30日行けるんだけど長期出張で家に帰れなくてが受け取れなくていけないのよおー悲しい <laughs> でもねそうあの特典会はね2月までいるのでで早いに来てください元気の戻ってきてありがとう歌声 <coughs> もっともっと聞きたいよねそうこの1週間のうちでカラオケ行きたいなと思ってますでやりたーい ちょっと普通に隣にサツキ座ってたりしてるね。ねちょっと探してみてください。意外とどっかにいるかもよ。研究生のか手券コラボは自分見ていなサツいないの。残念ね。ねっサツキも食べに行こっかな。握手会そろそろデジタル化してほしいわ。ね剣だもんね。いつかね、誰とデジタル化するかも。サツキちなみにサクッは2月 9, 9の3分まで確保してますよ。ありがとう 同期で夢のね行きたいのさすきさんはいろんな才能あるようだけど将来美術系とか考えてるのうーんなんかそのこれ,これぐらいの時期ってさ皆さんあれやらなかったですかこのアンケートみたいな将来どうするかみたいな自分にどういうところあってるのかみたいなそういうところではさすきやっぱそういうの高かったね 技芸,芸系スタイリスト美容師とかそっち、うん、そう美術系もとか音楽の歌詞書いたりとかそっち系は高かった服飾とかの向いてますよってのは高かったかなけどねそういうの好きだからねなんかいろんなことに挑戦していきたいなと思います「ショルマ今月までそうですだからできる限りやりたい」 ラプンツェとピーターパンの金取ってあげてメイクを喜んでたから実質サツキチを喜ばした。おすごいいいですね。サツキも。サツキも行きたい。連れてって <laughs> そう。夢の国って境にあるところかな。境にもあるよね。夢の国。皆さんよく知ってる夢の国ありますよね。2月の食事の撤回でもいいんやで。えんやで。今回の特典会、もぁ代わりで終わりにしようと思った時どサツキチ発表と同時に。 なきゃ買いましたありがとう会に来てねそう2月行くために調子しいですねありがとう持ってます12期生の中だと誰が一番頭いいですかえ誰なんだろうねえっうーんさつき きかかな分かんない <laughs> えでも誰だと思いますみんな「さつき将来おしゃれカフェでバイトしそうなので住所教えて」みたいなじゃあねおしゃれカフェでやったらねまたどっかで会いたい全然見かけたら声かけてくださいそう一人とかでねいたら声かけてください全然チームケン買ったありがとうハートありがとうねカジキのお隣になるかもだよ になるかもしれっと横に女の子座ってるなと思ったらさすきしかも <laughs> そう3月以降はさすがんとかえるより進路にお願いしてもいいですか <laughs> お願いしてみるだけしてみようよ <laughs> そう進路の授業ねこの時期になったらねそう多分大学にはねそうですね進学はしないと出ない感じでしたね ショールールムは今日までかそれが一番悲しいかもねえさつきも悲しい2月までやりたい続 <laughs> <laughs> いて今日,今日さつきしちゃんやッホーヤッホーっきは器用うんでもそうだね不器用じゃないと思う図工とか得意だしそうですでなんかいろんな趣味を見つけたくてね編み物をしたいの編み物をしたいからね今度なんだろう こういうい棒みたいなやつと毛糸となんかいろんなもん買いに行こうと思って「父将来そして就職してくださいまたね会えるかもねそしたら父寂しくなりますねねえ将来好きな石尾さんで帰ってくるかもね頑張ってね」そうその石尾さんと話しました「行きたいんですよね」みたいに言ったら「いいじゃんまたこっち来れば」って言ってそうです えっ一ミン知らなく見ないでどのトランポコだったねそうかしらそう <laughs> 一番頭いい宣言イエーイミ <laughs> ーちゃんミーちゃん賢いと思うわかんないわかんないさすが一般女子になってくれないことそしとしで頭良さそうなミヤビームミヤビーム偏ってるからなすごいできるやつと <laughs> やっぱ暴走するかきでな 止めるしかさつきしかいないでしょねえさつきさカキレナとさその MC を一緒になったことがなくてカキレナの暴走をさ感じたことがないの感じたいですね感じたかった <laughs> いわゆあには推薦大学聞ったそうだから賢いのかなね賢いのかなさつきちゃんみ一回で告白でいきなり通報されたら辛らい <laughs> 通報されないようにしましょう。 あたありがとう12月のシャッフル公演どさくさ紛れて出演してみて <laughs> 前座とかで前座とかで一瞬出てくるかも <laughs> おもろいあたありがとうかわいい趣味大好きねえそういろいろやりたいメールもバブルも「こ日にちわりなのかなし涙涙冬だから趣味でスノボどうねスノボもね まいろんなこと体験したいのおすすめ教えてくださいそう、僕は近所とにゃんかの顔一緒になることが趣味いいよね美術か芸術の才能ある人尊敬しますいやいやそんなすごいすごい絵描けないよ <laughs> けどあれでしたねほんと関係者として戻ってくるの待ってるからねいつかまた会えますように 編み物中坂さんがやってるから教えてくれるおおいいですねファミリーのメモリアルなんだう高画質の写真がたくさんできたたくさんでしたそ隠れさっちち教えられてる最後ん隠れてる <laughs> ありがとうそうンミーミーね偏ってるの数学めっちゃできないけど英語めっちゃできるっぽいんだよね面白い リ日の公演で卒業公演作ってくれたの上さんが卒業すること好きだったんだと思うなありがとうございますでもね本当にねたくさんの方が応援お祝いしていただけてねすごいすけもよかったなと思いました <laughs> そう五木さんもね最終公演ね見に来てくださってね本当にハッピーって感じでしたこんばんは 頭ねそう現役大学生そうはななもねでもはなな頭いいって聞いたらはなな否定してたこの前 <laughs> もうこうなったら一緒に制服の目入ってみんなでコールしようかいやもうコールプロだよさつきもうどこポジがあれかわかるからね <laughs>、うん、<coughs> あそうサーターン頭いいやサータンだサータンですサータンだなうんサータンだサータンはき頭いい サタンです。決まった。十二期の頭いい子。サタンだと思うサツキも。サウナ二期としたサツキ中サウナにしたい。サウナね。でもサツキ好きだよ。サウナ。なんかそうそういうのやりたくて、岩盤浴とか好きだから、なんかサウナもサウナも多分行けるようになるんじゃないかなって勝手に思ってる。カスールと身欲にならんでてほしい。カスールね。名古屋で偶然会った時告白したらどうします。 <laughs> ちょっとね段階踏んで段階踏んで「サスキジですか?」っつって「あーいやいやいやい」って言ってちょっと話したら告白してください <laughs>、うん、ね大富豪もねちょっと会えるかもなるほどサスキジもねどっかで歌うサスキちの生誕さ当日当たって入れたのが人生で一番嬉しかったねそうすごかったびっくりしたサスキジもありがとう朱熱痕の。 舞台っ裏手で写真が一番か,かったありがとう,うこんばんばはーミアビームと会会うよ会うよみんなと会おうねって入って待ちた「劇場最終の日は入れなかったけどロビーでモニカンして泣いてた」ねえなんかたくさんの方がモニカンいた気がして嬉しかったですね <laughs> そうたくさん来てくれてましたサーター頭いいサーター頭いいめっちゃ感じできるんだよね チョークがついって鬼レビしてる三 <laughs> 月さんお知らしい人ですそうですさつきちゃん2杯ぐらいなないや二杯吐くから吐くからさつきも2杯大好きだからね得点回履いたもんですねあさやねーも頭いいねそこだよそこ,こですえこ <laughs> 声履いた時アンコール発動し発動お願いしますアンコールいくぞーみたいなアンコールアンコール コールできるかなこんばんはこんばんは <laughs> まだまだ何でも可能性あるから何でも挑戦すればいいよさすがちの歌好きだったから歌も続けてねね歌もやります私も好きなのでちょっとそれ告白していいのか <laughs> よし <laughs> よしうん。 サスチが卒業してもサスキチの歌はリトマスが好きすぎるのでこれからも何回も聴くと思うありがとうねそうで歌はね続けたいなと思いますどっかでサスチの歌が聞こえてきたらねわーいってなっててくださいサスチチの告白心拍数だ <laughs> 心拍数非公式でこっちゃんが頭に書く言ってるって聞いてもたまにだよ <laughs> ねでもね 多いよね。さきちゃん、父。え、そう、突然だったからね。こんばんは。そう、し、父。まださ、父の。株式はあるから、さ、まださ、父ちゃんって優勝できてるんだよ。生きてます。そう、十一月ね、三十日まではね、さつきも好きなので。さつきは寂しすぎる。ビビーーありがとう。さつきが一番。心配になる同期。 うーん、ミヤビームかなミヤビームかなちょっとね、お世話、お世話、お世話係のサツキがいなくなっちゃうから。<laughs> お世話係のサツキがいなくなっちゃうから。ミヤビームが心配ですね、サツキは。でもね、同期の子は定期的に会うし、ので、全然大丈夫です。<laughs> 定期的に会おうと思いますよ。歌はねやりたい。 みー <laughs> たんは行き頭良さそうだけど全然よく感じ間違えてる <laughs> 感じが苦手なのかな19世紀は全員の講習をお願いします次誕生日誰え誰だろう次今日はみたいな,なんだ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 誕生日なんとかかんとかのんとかかんとか迎えてんとかなんとかだとかんとかんとかかん,かかん,かなんとかってやつハハこんばんは このまま、ね、リップ塗りたいやってきたよいしょさつきちろ最近のお気に入りの曲え何聴いてるんだろう 何聴い,いてるんだろうねでもアイ,アイドルアイドルさんの曲は多分だいたいあ可愛いだけじゃダメですか、ね」にめっちゃ聴いてる。ってやりたいのさつき。 大ピンチですあと1分で家を出なくちゃ遅刻しちゃいそうです歌ってますねずっとワイちゃん図式な研究室ですか <laughs> みんなできないからワイちゃんねぇお三角にミイタン引き継ぐんですかこりゃ安心だ <laughs> ねミイタンにやってもらいましょう 境の中日ベルの1階にあるブルーボトルコーヒーのプリンおいしいよおすすめねえあそこいつも並んでないさつきさそうあそこ通るたびに、うん、すんごい並んどんなあと思,思うんだけど <laughs> とう思うからあれですねさつきココミンかおさつきの出番じゃないかこれはさつきの出番かもココミンなのでさつき ここみんなお誕生日ですって言って一体口上プルプルそうこれプルプルさつき卒業したもみーたんに感情教えてもらってねじゃあみーたんに他の勉強を教えてもらうかなさつきえー、卒業するの <laughs> そうですそうキューストですねアイドル好きですね結構多分わかるよ 全体的に詳しいです多分あ,とありがとうブロボは平日の開店時10時過が入ってるよ <laughs> いけへんよ <laughs> 学校やもん嘘つき無理無理ここみ委員の方依 <laughs> 頼してくださいニュージーンズはわかるよニュージーンズななんか流行ったやつあるよね

学校に学生が行けない時間に行ってしまったそうよ行けないよさつき学生だもん将来的にまたアイドルやる可能性あるかなあると思うさつきはないな,ない絶対ないとはないですさつき好きなのでね結局こめちゃんありがとうこんばんは思いちゃんお昼寝したら気づかなかったお昼なのかこの時間は そちちゃは大人だもんができたいじゃあ父ここ見せた誰かがサツキチのお手紙を読んで最中にサツキチ本人が登場出るにしかず行き出したら時間なくてもめっちゃ可愛くなるバブルに上がってたサイボール美味しそうだったね あれ、めっちゃ美味しかったオスにありますあ、ジャンジロね、また会えたら嬉しいなあとなんだろう、最近アニメ見ましたね、最近私の中では今、ブルーロックが熱いですかっこいいーってなった <laughs> かっこいいサッカーかっこいいと思ってでもなんてだっけ、忘却バッテリー忘却バッテリーも 友達がおすすめしてくれて今ちょっとジャンププラスで読んでます途中まででワールドトリガーワートリが面白いって聞いたので見たいですねあとナはアニメ全部見た新店に卒業してもなんかステージに上がれたりするからワンチャンあるよねみんなのやつね見に行きたいですね一画面めっちゃオスっぽいと思ってた <laughs> そうオスです ね、どっかでね会えたらいいですね今日が最後の一なのうんうん違うよえダンダダンもね途中まで見てまだ終えてないですねダンダダンスポーツスポーツアニメ配給は好きだけどめっちゃめっちゃ見るってわけでもない青の箱3話ぐらいまで見て今ちょっとお休み中だなブルーロックブルーロックいいよブルーロック 本当に漫画欲しいなと思ってめっちゃ真剣には悩んでるでもさ関数本当によいから「さつき少年漫画大好き少年漫画大好き」あとささつきはネットフリックスの人なんだけどさ本当に「ハンターハンター」の続きが見たくて迷ってるの入りたい他かのサブスク 十二期は誰か、イクスが卒業するね、十二期大集合でさつきちも、登場の未来、ね。絶対行く。さつきちも、みやびむなみのお宅なの、うん、そうだと思う。<laughs> アニメ、アニメ好きって感じかな。グッズ集まるって感じではないです。洗濯時にお手紙、お宝になってます。ありがとう。さつきち。そう。ブルーロックいい、もう今、暑いね、さつき。暑い。 えでも本当に欲しくなっちゃうなでもこれからどん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 さキャラ増えてくから推しが定まらないって感じかなでも今季のアニメいいよねでさその2025年のアニメか予定みたいなやつがその X で流れてきて良かったねな何がいいって思ったんだっけそそもそも「ヒロアカのファイナルシーズン」が来るしなんかなんかなんかめっちゃいいと思った そうなんだったっけな握手いたときアニメなのにすればべかったなってそうおしが定まらない俺の順気だやなそうだねそうだよ順気なみにおしが定まりませんそう怪獣8号の2期25年やるんじゃなかったっけちょっと予想だったっけわかんないじゃなんか書いてあってそう怪獣八号良かっためっちゃ良かったよね ブルーロック見てみてください。鬼滅鬼滅も好きよ鬼滅はかなえちゃんが好きでした。親も殺地しようとは年賀状宝物です。ありがとうそう。ほらみんな宝物です。ありがとう。お月地お月地。殺地ちようちは一度しか売れなかった。うん、ねでまた見せてください。怪獣八号は仕事で関わることがあったから好きになったよ。怪獣八号面白いよね。 アニメめっちゃ作画綺麗だったし今あれですねジャンププラスでおお追ってますねで推しの子終わっちゃったしね杖と剣のなんたら思 <laughs> んじゃなくてたらなんたらがなんたらが大事なんじゃないかブロック知らないか勉強しますねぜひ見てみてください <laughs> いやほんとに 平成アニメも本当に見返したくて有名どころあるじゃないですか「ラキスタとか「鈴宮春妃の憂鬱」とからそっち系を見たくてトラドラそこら辺を見たくてウエーってなってますさつきはでもど,どっからどっから埋めていこうかと思って <laughs> 楽しみですねはいじゃあ1号面白いね面白いちょっと見ないうちの姉、ね、さんになってないかお姉さん 歌兼用 <laughs> 見たい兼用見たいで兼用見たいですさつき「怪獣八個面白かったね面白かった、まあ、平成アニメを見たいなと思っててそうあとねさつきね12月に入ったらね髪の毛を切ろうと思ってるのこれぐらいにこれぐらいにしたいんだよねちょうどこの触覚ぐらいにしたくて今ちょっと悩んでます わいもたまりまくったアニメ紹介してる今なんでかんてんなら「天神さんちの縁結び」えー、見てみようでほんとさつきがねネットフリックスだからあれですね「ぼっち・ザ・ロック」途中まで見た「ぼっち・ザ・ロック」見ましたねえ空よりも遠い場所ってなんかすごい感動するみたいなあるよね有名なやつじゃないかな違ったっけちょっと待ってねちょっと待ってね ボブほんとに切ろうと切りたくてずっと本当に迷ってて切ろうかなと思ってます勝手にそうで,でも本当に切りたくてでもさひよ,よっちゃいそうじゃんなんかいざ切るってなったらだからもひよひよらないようにいろんなところで言ってますさつき切る絶対十12月になったら切るって言ってましたね こんばんはこんばんばそうボブにするんです切れます t ス i t t e アニメトークめっちゃ盛り上がるわねわね次の握手会切ってるね11月のやだからその来週のやつは長いですあ二2.5次元のアビスだっけなんか読み方あるよねえ面白いあれ見たい可愛い,いからゆかさんまだ会えてないんですよって言った時余香さん余香さん会いたい そう切るんですよつき寒いけどねもう切り,切りたいから切るつきち学生生活落ち着いたらサンシャインのキャニオン広場で歌ってほしいねそうでもつきも歌続けたいなと思ってツーショットの時はボブ吉に会れるのねそうですね多分ボブですね まだあんましっかり決めてないけどボブにしたいなと勝手に思ってますおつきちおつきちボブ吉になったら誰吉になるかもね,ね本当に誰ってなるかもわかんない似合うかわかんないけど中坂さんがヘアドレーションで髪の毛を寄付して切ったのでさツキチもどう切るきっかけになるでさツきの髪の毛長さ足りるかな あれって何センチぐらいだっけ？十五センチはあるけど、三三十センチあるかな？あありそう。<laughs> そう。ソロとかあそこ結構歌った,たりしてるからさッキチ奈々かしてもらえそう。ね。そうでも歌は歌いたいなと思ってますね。チキチ。ボブキチサータンぐらいね。 めっちゃめっちゃ考えてない <laughs>。何も何も考えてないけど、切りたいなーってなる。絶対ボブ似合うから,日ら <laughs>、ね、ひよらなねっ、ひよるのはもう違うよね。ひよるのはね、ちょっと、そう、子供の頃は <laughs> 違うよ、さつきめっちゃクレラップちゃんみたいになったよ。顎より短くてね。前髪もね、お前だった、さつきでも、でも本当に何だろう。写真残るぐらい。 だから小23年ぐらいからもうずっとロングですだからね今ちょっと前髪も伸びてるさつ父っちともう一緒会えないと思ってたけどまたアイドルやる可能性あるなら希望が見えたよ見えたよねどっかで会えたらなと思いますボブかわいいよ頑張る <laughs> 頑張る頑張る <laughs> 頑張る結婚してありがとうそうこれ これぐらいこれぐらいえー、でもどれぐらいが似合うかなと思ってんのとりあえずボブ片上までにはしたいの片上までにはしたくてだからあこクレラップはしないよクレラップ楽しみクレラップにはしませんからねキノコありがとうわかめちゃんみたいな感じからしない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 ボブにするのいいよとりあえずい,いるいねえよなー 髪の毛切るぞ!」って言って「ああ!」って言って「<laughs> さちちのことは忘れないまだ最後じゃないまだ最後じゃないから2月までね来てくれる方いるのでどんなさちちもかわいいよーきっとありがとうこれラップ再びやんないやんないやめてやめて <laughs> やめてやめてそれやんないよそれボブにしたいなっていう話でした本当にでもやったことなくて似合うかどうかにョんにョんにョんって感じ首ぐらい。 ねそうこれぐらいでしょうサツキも思う本当にもうニューニューニューンって感じ <laughs> 迷い迷いなんかロ,ロングの方が似合う気はするのなんかいろんな人にねサツキは多分ロングの方が似合うよってね言っていただけるんですけどもサツキは絶対に髪の毛を切りたいなんかねちょうどなんかバッサリバッサリ区切りとして切りたいなと思って。 やっぱこういう時じゃないとね切らないからね首スすスーね首スすスーするよねマフラーマフラー前髪おんまゆにしないです <laughs> そうそうの中で似合ってたから多分大丈夫<笑><笑>よかったよかったボブチッチミニ特典会行きたいぜひ来てくださいボチッチちょっと後ろでまとめてみて後ろでまとめてみて後ろ え、でもそうこのボブボブしたいですねこんな感じになるのかなこれやっぱこれぐらいがいい気がするイェイ切りたーい区切り泣き <laughs> でもね切りたいですねめちゃくちゃかわいいありがとうやったショートでクリクリパーも <laughs> 大丈夫かな大丈夫かなこみちゃんありがとう私顔出しきれいだからボブキ似合うと思うありがとう みたいなかわいいやんやったーそうボブボブにしたいですねおフェイクボブいい感じやねでもフェ,イフェイクはねフェイクスキンヘッドにはしませんスキンヘッドには小役,、ね、小役っぽさ出そうだよねでももう絶対切るって決めましたさつきはねまあ一回一回経験,経験経験と思って。 でもさつきすぐ伸びるからさ多分12月になって切っても多分2月とかになったらもう多分ミディアムなんだよねミディアムミディアムなんだよねなんかあと34年したらバブちゃんが超絶美人さんになってそうで見たいよー見たいよーねどっかで見れたらいいなと思いました <laughs> 歌唱力決定戦第1回からずっと何百人のメンバー見てるけどこんなに魅了されたら撮影し始めにったよありがとう ね、どっかで歌いたいスクショア X にポストも大丈夫大丈夫ピース <laughs> バブかボブバブがボブ3回言ってみようバブかボブバブがボブバブかボブ,バブ,かボブ微妙 <laughs> こいちゃんありがとうそっちいちなんて話してみたいなぜひ2月までいるのでお待ちしております <laughs> 無事で見かけたら告白する前に少し話す <laughs> これを覚えてきてねちょっとね途中で告白されたらさキンもびっくりしちゃうからそうでもね今回のテスト範囲難しかったの本当にでも社会社会社会が返金っ点すんごい低くてさスキンはやばい社会やばいと思って思ってたんだけど <laughs> そもそも平均点がさいつもの20点下だからさ救われたよね難しかったもんさ父がやめるの決まってからなぜか周りの友達が優しくて怖いさ <laughs> あ <laughs> みんないたわってくれてるんだよねよし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 しうん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 う練習んう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 んん 息な怖いからね「か月30日花ちゃんとそれこドだったよねあそうそうでも花ちゃん恐ろするこんばんはこんばんは歴史チリめっちゃ歴史歴史だねあの人の名前すごい出てきたの近松紋西門とか何だっけ荒井白石とかそっちらへん近松葛飾北斎とか 大平八郎とかそこら辺ですねあとな松尾芭蕉とか水野忠邦とかもうそこら辺でしためちゃくちゃ歴史めっちゃ似てる名前よくてやださつきも嫌だったよほんとに覚えれなくてさそのポッピンポッピンを吹く女ポッピンを吹く女とかなんだっけ東海道中膝栗毛とかだ誰描いたみたいなわからんよと思って。 えそう頑張って覚えたのそう江戸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 ですねよく覚えてるん、ね、でそう頑張りましたそしてじゃあちゃん行くまで骨まくりますありがとうジャンルがバラバラそうもうね分かんないでそっからあそこまで行きましたねイタリアとかフランスイタリアフランスイタリアフランスイギリスの独立宣言とかそっち系まで行きましたね 南北戦争ア,アヘン戦争とかうわーぐらいまでを一気にやったのでほんやばいやばいと思ったのその「権利の焦点」とかなんかそこら辺の名前を覚えるのは別にいいんだけどその「誰が誰誰、誰が誰誰みたいなねあるじゃんそれをあれだったのこの中から1個選びなさいとか2個選びなさいじゃなくてもう すべて選びなさいが全部だったのもうこの a b c d e f g d, d, d がすべて選びなさいとか。年表 a に入る人物は誰ですかとか、このよ、下に <laughs>。情報が書いてあって、この a b c d は。水野忠邦、あと誰だっけ、徳川。徳川誰でしたっけな、なんかもさん、ちら辺だったんですよ。徳川なんとか、徳川なんとかみたいな。 感じでねでそっから選んでその A の人がやった A の人がやったことを下の一から十二まで全て答えなさいみたいな分からないと思ってそう10分1あーあーもう数学はねどっちだろう分かんないなんか懐かれねえな <laughs> 久しぶりに聞くよねみんな。 <laughs> なんか勉強の話聞いてたら頭痛くなってきた <laughs>「カレーアンドステーションのお姉は誰ですか?」みたいなでもねもうそっちの方がいいよ本当に分かんなくてさ私そもそもこの ABCD を答えれなきゃ下全部間違うからね「無理!」と思って「もうやだ!」と思ってあと先生に「いつもいつも結構この戦争の名前は?」とか これが書されがさているもの解体新書とかね過ぎた過ぎたらっきり過ぎた玄白が作ったなんかそのそのオランダオランダだっけからのなんかなんとか,かんとか監督したその書物の名前は何ですかみたいなやったら「あ解体新書か」って言って解体新書って書くんだけど今日は違ったの。 そう結びつきなさいみたいな分かんないと思って嫌になっちゃいましたねだからでもそれを先生から説明あってなんか今はマークシート型が多いから社会はそうなると漢字を書くんじゃなくて「すべて選べなさい」になるんだみたいなだからこの「今回めっちゃすべて選べなさい」を増やしたんだよみたいなしたら平均点20点下がった <laughs> 30点で、ね、地も大てつ勉強やりすぎたりやっぱ。 そっちいちかわいすぎない <laughs> う解体し <laughs> 難しすぎないポケット部屋面なら答えられて歴史は複雑に問題になるらしいですどんどんテスト難しくなってく理科はね絶対あれの方がいいあのマークシートの方がいいけどもう歴史は完全にマークシートの方が難しいって言ってたね こんな間会社で会っったたけどマーークシートだだから鉄砲だったもうサツキはね途中からそうだもんねこれにしようこれにしようとか理科とかそうだったなのに音楽はねもうあれなんです音楽は全部ね書いたよサツキ音楽本当にもう大変でしたね勉強とダンスどっちが難しいいええでも なんか一つ。テスト百点取ると、ダンスがまあ百点取る、まあ難しいけど。そうなったら。うーん。勉強は結構いけるけど、ダンスはやっぱ積み重ねが大きいかなって思う。かなさつき的に。加藤さつきの回転信者いつ発売されますか。いつ発売されるかな。まあやっぱ二か三回選んでる。<laughs> あるある。 はマーークシートのバランス見てる <laughs> そう演筆転がして決める感じねそうだよもうなんとなくこれだった気がするでした <laughs> そうこんばんはこんばんはそうだからほんとね大変だったの数学はすごく簡単だった国語も国語も難しかったよ漢字とその なんだっけ何やったんだっけあれですね。おー、思い出せない。えっと、熟語じゃない、そっちじゃない。でもそっち系。<laughs> 文字のそっち系でしたね。それを選ばないといけなかったの。あ出てきそう、出てきそう。ことわざじゃないの。熟語とかね。 そっちのもっとね難しいやつなんとか型なんとか型みたいなやつな何だったっけなぁ漢文漢文もそうだった作者がこの方がだと言いたいえでもそっちに得意だったんだよさつきただね何だったっけ一日何時間べんぐらい勉強してるのテスト週間は一日6時間ぐらいだったん 5時間6時間ぐらいで土日9時間やってたねでももっとやってる子いたからね <laughs> そうどんな時のあっそう慣用句慣用句あそっち四字熟語はまあ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 単なるヘルア,アナトミアはわからない 結婚のユアと SKE のユアちゃんが同時期に風邪ひいててやっぱり進路するんだなってなった <laughs> 何の話 <laughs> 何の話ってなった <laughs> ねでほんとみんな風邪ねっ聞かないようにめっちゃ勉強するやんってでもほんと追いつかない追いつかないよでもねあれだよワークが多いからそもそも大変でしたね今回期末だからね 期末だから実技業がも入ってくるから大変だった四面楚歌焼肉定食本日書いてどん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 違うのになってとる <laughs> 数学苦手なのに数学得意そうだよねって言われてるなんか理系っぽいお顔してるんじゃない <laughs> 理系っぽいさすきはめっちゃ文系って言われますねその通りって感じでも英語はできないだけど 理系苦手だけど理科はできる <laughs>。たくさん勉強しててえらきちえらきち全然勉強してないって言いながらいい点数取るから全然全然いい点数じゃなかった。よ <laughs> 本当に。私勉強しすぎだよ <laughs>。ありがとうございます。でもそそんな全然勉強してないよ。本当に。 だってね,合計ね全然あれだったしやっぱり卒月は寂しいなねさつきも寂しいダンスのね今ダンスの授業あるからねさつきの本領発揮だと思ってます <laughs> 体育できないからダンスの授業で取るしかないうん国語得意そうな体だと思ってた国語は得意だよそうあれ楽しかったなその詩 ののやつ見るのが好好ききででしたねそう地形好きですなんかあとこう考察みたいなことをする重力あるんですよその何だっけ有名な有名なやつそうかそうかつまり君はそのやつなんだなみたいな <laughs> 蝶が出てくるやつエミール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 何だっけ さつきは歌と芸術で仕事してほしいねさえき運動神経ダメだよ全然金づちだし何 <laughs> だっけエミールエミールうん,んかそういう授業があったのでこのこの文から <laughs> 作者が言いたいことを聞く、まあ、誰作者じゃないからわからないって書いてみてうん <laughs> よし、学校でみんなの前でジェルシーのアリバイの激しいダンスを見せてやるんだ <laughs> ねえ、びっくりしちゃうよ。頭めっちゃ振ってるからね。<laughs> うん。ぬまは、こんばんは。めっちゃ泳げないですね、さつき沈んでいくよ。さツき一も泳げないの。の、雅も泳げない、瀬田の問題か。<laughs> いや <laughs>。ただ単に私たちが運動神経悪いの。 でもその小4小5と何だろう小3小2から小3にかけてってさあれじゃん結構で小4から小5にかけてのプールの授業がそのコロナウイルスのでなかったから泳げなかった本当にそのこのなだらかじゃなくて。 このこうだったのが一気に6年生になってガチの泳ぎに入ったから泳げなかったですね水でも怖い英語って文法よりとかよりスピーチとかするあそうだね文法はサツキめっちゃ苦手スピーチの方が全然得意かな喋ったり聞いたりリスニングの方が得意ですねみーたんデパートに行くみんを見つけるねそうなんですよサキねータンに見つ 発見されたことありますねなんか大人っぽくなったね鈴木八段みーたんとも継続して好きな感じに気づいてくださいねありがとう合格にか高校に行か,かったら合格キスもらえますか考えときますねそういうとこよねでもそうかなと思ってる勝手にいやまあただ単にさすきの運動神経が悪いっていのもある <laughs> 目はいいの目も良くない BC とかだけど裸眼ですねなんかつけると一気にさ 悪くななるってて聞いいかんないけどでもねメガネしたいなと思ってる水泳って夏そう,う水泳一気にで昔とかだったら夏休みとかに水泳の授業か泳げない人はもう絶対来いみたいなやつがあったんですけど本当にねなくなっちゃったからそういうその夏休みのあれが。 だから、もう諦めましたね、半分。水曜はできなくても犬飼きができればいいよ <laughs> 犬。犬飼き。犬飼きね。犬飼きもできないかも。じゃあね、そろそろ、男女を読みしたいと思います。どこだここか。はい。13位十三位。十三位の方から。十三位。あ、なんか、OK。13位。パンダの人。 しぱしぱしありがとうございます。12位カエルのニジちゃんの人ありがとうございます。11位プリンの方ありがとうございます。10位ギャルネコちゃんありがとうございます。9位マイメロディーちゃんありがとうございます。8位なんかシャサメみたいな人ありがとうございます。7位ピヨコさんありがとうございます。6位リスさんありがとうございます。5位タルパンナちゃん。 位位桃の人人人赤いいい服着たた船みなキティちゃんあああありりりりりががががととととううううございます久しぶりでしたたが会えてよかったできる限り11月30日までできる時はねしていこうと思っております。 それではね、みんな元気で、風、さつきみたいに引かないようにね。<laughs> バイバーイ。